モンゴル・南宋戦争は、13世紀に、モンゴル帝国と南宋との間で行われた戦争を。1235年から1279年まで、断続的に行われたが、時期によって第1次、第2次、第3次に分けられる。モンゴル帝国勃興時の諸国1227年、モンゴル帝国の創始者、チンギスカンが死去すると、 1229年に行われたクリール隊の結果、オゴデが第二大皇帝となった。オゴデはまずその政権の盤弱さを示すため、南宋と同盟を結び、第二次大金戦争を起こした。戦闘の大部分はモンゴル軍が担ったが、南宋側でも猛を派遣するなど勝利に貢献し、1234年、金をついに滅ぼした。そこで、 モンゴル帝国と南宋は協定を結び、モンゴル軍は北間を開始したが、南宋政府は両滅亡時と同じように、中原回復という非現実的な目標を掲げ、協定を破って北宋の急都開封洛陽南京などの都市を奪回した。この行為は、当然、モンゴル帝国軍の激しい怒りを呼び、南下が開始された。一方、 オゴデ政権では東西への大遠征が企画されつつ、あり、バトゥの生成と対になる形で、オゴデえの第三四口を総対象とする南宋侵攻作戦が決定された。口は、モンゴル軍伝統の三軍団方式を取り、西地軍は、古殿が率いて、甘宿方面から、あずま軍は、勝チュ家のある大地などが、三島方面から、そして、中央軍は、 寒水流域を南下して大軍で南宋に攻め込んだ。しかし、総大将である口が海戦早々に不可解な休止を解け、中央軍が後退してしまうと、モンゴル軍の指揮系統は混乱してしまい、諸軍がバラバラに南宋側の諸都市を攻撃することとなった。ここにおいて指揮系統の混乱したモンゴル軍はしばしば、 甲状戦を失敗し、前回のモンゴルと南宋との衝突でも活躍したも、が、再び起用されると逆に、南宋軍に押し込まれ、上洋までをも失ってしまう。おごで死去後、第三代皇帝、グユクとバ幕の対立などで一時、モンゴル帝国内で混乱が起こったが、門家がカーンに即位すると、その混乱も収まり、再び、 モンゴル帝国は東西への大沿線を企画した。モンケは、実邸クビライ、フレグニ、それぞれ東アジア、西アジアの計略を委ねることを発表した。1251年、クビライは、近連川に入るとそこを本拠地とし、南総進行を計画した。まず手始めにクビライは南総を包囲するため、1253年に、雲南、 大理遠征で大理国を屈服させたものの、以後は、近連側から動かず後来遠征、南宋進行の指揮をとり、南宋の攻略に関しては、長期戦に持ち込む構えを取った。しかし短期決戦を望む門家は、クビライの慎重策に不満を持ち、クビライを更迭、タガチャルを起用した。そのタガチャルも常用、繁盛を攻撃したものの、なぜか、すぐに撤退を始めた。 激怒したモンケは今度は、タガチャルを更迭して再び、クビライを起用し、自ら南総進行に打って出るも、各隊の連携がうまくいかず、モンケの軍の身が突出しすぎる形となり、1259年に、長魚城攻略中のモンケが、軍中に流行った薬病により死去した。モンケの死により、カニは、クビライとアリクブケの間で争われることとなったが、クビライは、 急いで来た返することで敗下の軍勢、特に肝心部隊が離散することを恐れ、逆に南下することで敗下の軍勢を止めおいた。南下した首雷は、モンゴル軍としては初めて、長江を渡り、学習を包囲した。一方、門家の死による、モンゴル軍の不規則な行動を図りかねていた南宋は、モンゴル軍が長江を渡ったことに衝撃を受けて、か道を学習に派遣した。 しかしこの頃には、クビライ陣営に、帝国の有力者タガチャルが加わり、加速度的にクビライに着く旧南総遠征軍は、増えており、クビライはすでに、来たカヌを決意していた。援軍に来た、カニ道は、長江を渡ろうとしていたモンゴル軍の一部を襲撃、撃破した。この時の勝利をもとに、カニ道は、その後最小にまで出世したが、 当時からカニミチとクビライの間に密約があったのではないかという噂がささやかれ、この戦闘の戦果を疑問視する説もある。足掛け4年にわたる定位継承戦争を制したクビライは第五大皇帝に即位し、まだ中央アジア方面に残る反乱分子との戦いと並行して南総進行を企画した。南宋作戦の難しさを身をもって知るクビライは、 まず港南ではその長所を十分に活かしきれない、モンゴル騎兵を主体とする作戦をやめ、ごく少数のモンゴル騎兵を中核としたキッタン、ジョシン、女ンジンの混合部隊に、さらに旧河北の軍閥の不評主体の大兵団を、加えた三重構造の軍団を再編成した。百六十八年、アジオ、首相、フミヤマサワを副将格とするモンゴル軍は、南下を開始し、 まず、繁盛を囲んだ。上洋、繁盛攻防戦は5年にわたって行われ、両分館以下の南宋軍は非常によく交戦したものの、周到に準備、計画を行ったモンゴル軍にかなわず、1273年に降伏した。大いに、モンゴル軍を苦しめた、両分館であったが、すでになるべく無傷で、港南の地を取ろうと考えていた首雷は大いに優遇し、 味方に引き入れようと努めた。十分な援軍を送ろうとしなかったとして、カニ同政権に不満を持っていた、両文官は、首雷に忠誠を誓い、モンゴル軍に寝返った。上洋、繁盛の陥落と、両文官の投降が、南宋の人民に与えた衝撃は大きく、また両文官が、長年の人脈から、超高流域に広く、調略を行ったため、南宋は、 急速に基盤を緩めつつあった。この状況を見て取ったクビライは南宋への大進行を決定、バヤンを総対象とする空前の大軍が南下を始めた。バヤンは自ら20万の大軍を率いて、関水に沿って上洋から安陸府へ南下し、観光で南宋の艦隊に阻まれた。 両軍艦の案内で密かに軍の一部を塗装させて艦隊を攻撃する構えを取ったことで怯えた南宋艦隊は撤退し1274年には学習がモンゴル軍の手に落ちたもともとバヤンは首来にむやみに敵を殺害することを避けできるだけ無傷で降伏させていくよう命令されていたため学習でも一切の略奪を禁ずるなど定調に扱っていたが これが、南宋側にも伝わると続々と投降者が出た。水陸並んで、長江を下るモンゴル軍は投降した兵によって、膨れ上がり、ようやく出陣してきた、カニミチの軍も、武庫の戦いで粉砕して、リニアンに迫った。1276年、リニアンは、無血解除し、南宋は事実上滅亡した。長与血、陸秀ら一部の軍人と官僚により抗戦が、 続けられたが、甲州湾において、崖山の戦いで、モンゴル軍に撃滅され、南宋は、完全に滅びた。宋文の理事本末巻93丹平成2年、正月平身上小、毛頓甲州。土目上洋、招き中原精鋭の死一万五千余文頓北、半城、2位の、東東馬、も、備え盲庫、明珍北軍、水亀、 常用と統制、ありがとうございます。